キシユータ、ヒラノシヨウジユタとの再会を経て埋めるナンバーアイ、して見つめる未来とは、あとは、3人の新たな出発に寄せて、トベの YouTube 緊急性配信で、キシユタが、ナンバーアイ、結成を発表。ファンの期待が高まる。10月15日、トベの YouTube 緊急性配信にて、 シユうが飛べへの加入と、神宮寺ユう平野耀との新たなグループ、ナンバーアイの結成を発表しました。同日の生配信は、東京ドームから行われ、約67万人の同時視聴者が詰めかけ、ファンたちにとって待望の瞬間でした。本記事では、この注目すべき発表について詳しく掘り下げ、3人の新たな出発に焦点を当てます。 生配信の幕開け制配信がスタートする前、カウントダウンが始まり、東米町 DNA05 という文字が大画面に表示されました。その後、平野、神宮寺、騎士の順に挨拶が行われ、ファンたちに今後の展望を伝えました。 特に平野は今日は緊急性配信ということで僕たちの今後について皆さんにご報告させていただきたいと思います。と述べ、神宮寺も今後の活動や僕たちの夢など皆さんにお伝えしたいとにこやかに語りました。その後、東京ドームのグラウンドが映し出され、岸優太が現れました。 騎士は走りながら登場し、神宮寺と平野の前を駆け抜けていき、瞬時に視聴者の緊張を和らげる笑いを誘いました。騎士はワイクスミ、ベージュのジャケットを着ており、黒を貴重としたコーディネートの神宮寺と平野との対照的なスタイリングでした。グループ名、ナンバー I の誕生騎士ユータによって、新しいグループの名前、 ナンバー、I が発表され、その由来や思いについて語られました。騎士は一番を目指すのは大切なことですけど、それより何より大切なのって道筋だと思うんですよ。その中で僕たちらしくどう輝けるか、僕たちらしくいかに楽しめるか。その中でファンの人たちとどれだけ一緒に楽しめるかっていうのが愛の一つの意味。粋なアイデア、と述べました。 また、ナンバーワンやオンリーワンといった言葉が飛び交い、さらに愛がラブの愛にもなるというアイデアも共有されました。騎士の個性的な発想から生まれたグループ名の由来は独自性と力強さを感じさせます。3人の展望今後の展望について平野は真っ先にコンサートはやっていきたいよね。 と語り、自信たちらしいものを詰め込み、ファンとの距離感を縮める意欲を示しました。騎士は音楽を追求して、新たな自分と出会いたい、とコメントし、誇れるものを作りたいと語りました。神宮寺も、ナンバーアイでしたって、ファンになってくれるのもすごい嬉しいじゃん、と語り、3人の意気込みが感じられました。彼らはこれまで鍛錬を積み重ね、 クリエイティーブ面でも積極的に関与してきたことから今後の活動に高い期待が寄せられています。特に平野はファンの皆さんと苦楽を共にしたいと語り新しいグループとしてのスタンスを示しました。彼らがこれからどのようなグループに成長していくのかその過程を見守るファンたちも期待に胸を膨らませています。 決意の現れ生配信では約67万人の視聴者が新たなグループナンバーアイのスタートを見守りました。ソーシャルメディア上では様々な意見が交わされており、3人自身もそれぞれの SNS アカウントを開設しています。しかし、彼らは決意を胸に困難や批判に向き合う覚悟を示しました。生配信の最後に、 平野が深々と頭を下げた姿は困難を前にしても進み続ける覚悟を示すものと受け取られました。未来への期待現在、ナンバー・ I 和は楽曲リリースを起点に準備段階に入っています。彼らの新しいエンターテインメントの形、音楽やパフォーマンスを通して表現したいもの、そして彼らが目指す未来は多くのファンにとって大きな関心事です。 彼らの成長と活躍を見守るファンたちは、彼らが新たな景色を見せてくれることを待ち望んでいます。ナンバー・アイが種をまき、成長し、美しい花を咲かせるその日を楽しみに待ちたいと思います。